スポスポス甘いやつですか。甘いやつで、あ、どうも、どうも、お疲れ様です。今、ちょっとピーナッツ君にも今言いかけてたんですけど、はい、その、まあ、今回埋めたいケツ、リターンズっていう形で、はい、前なんか2組とかで、あ、そうそうですよ。で、あれが結構、まあ、ダイエット初期にあったんですけど、はい、むちゃくちゃ好評で、なんかまあ、できたらなっていう形でお呼びして、なんかなんかね、もう一組見ないというか、まあちょっと、もうちょっといろんなくだりもその採用して、その動画に編集できたらなっていう感じで。ジャッジは誰がするんですか？ジャッジは、まあ、僕がいてるんで、まあ、そこに聞いてもらえれば、その、基本的にはその、お互いちょっとニヤついたやろ、お前みたいな感じで。まあ、これニヤついたらやろうって僕らは言わないですよね。僕らはこれを成功させようとするとですよ。まあまあ、そうですね。だからその、ちょっと企画で僕が説明して、で、まあ、毎回同じ形なんで、ルールとしては。はい。で、お互いにやついたら負けっていうのを、テロップで出します。はい。はい。で、にやついたら負けっていう形の、はい、その、まあ、効果ベースでいって。だからもう僕らは知ってるから、はい、もう、はい、その、にやつくんです。ます。ですか？はい。はい。はい。試合にいらして。あ、はい。で、あっちか、今、電話で行かれてるんで。はい。10分後ぐらい。はい。え、あ、わかりました。このコンビ止めたいです。リターンズは撮影止めてこいって言われました。あ、この撮影止めないで、はい、今行くってことですか。はい、ちょっと今行っていいですか。あ、10分後ぐらい。10分後ぐらい。10分後。いえいえ、失礼します。あ、了解です。俺だけじゃない。いや、コンビで呼ばれてる感じで、ドーナツピーナッツで多分行く感じになってるから。でもピーナッツ組んでるんですよ。ピーナッツらしいやけど、なんかそこでちょっと多分コンビで行って、それでドーナツ君も多分その話共有した方が多分いいかなっていうのがあるかな。どういうの人いる。ユキムさんマネージャーっすか。え、意味が分からんと言ったらお前も言ったら、え、ピーナッツさんだけ確認した方がいいかな。確認して聞いていきましょうか。あ、ユキムさん聞いていきますか。何なんか今、ヒデさんから LINE 来て、はい、ピーナッツさんの話だけどコンビで来てほしいみたいな、はいはい、をちょっと言ってるみたいです。あ、わかりました。やらかしたな。え、やらかしたな。マジでやらかしたな。大丈夫。昨日とか何もしない。昨日、うん、昨日はお酒飲んだ。寝ながらインスタライブとか寝ながらインスタライブしたことあるけど、ね、2年前に2年前のインスタライブ寝落ちしたことを怒られるんですか。これ今からえでも裸でやってる時ありませんでした。裸裸インスタライブはない。裸はお前はなきゃ裸ではないけど誰かとコラボ。ああ、シンジ君と。そうかも。でも裸じゃないあれ。お前の2年前上脱いだだけ。どっちがマッチョかみたいな。ああ、なるほど。ポコは出してない。ポコは出してない出してないけどフォルムは出してませんでした。ここに入れるみたいな。あ、そう。ポコちょっとエロ本読んできますわみたいな、うん、読んできたら、うん、ここパンパンに膨らまして帰ってくるみたいな。お答え AV 男優のインスタライブ。何やそれ。あー、しゃあない。もうそれで怒られるんだ。マジでない思い当たるし、嫌よ。こんなの劇場合格とかになったら最悪よ。今は大事な時期です。ワイド寄せギリギリで間に合ったやつ。もうとちってないとちってないもんな。あの時でもさ、うん、お前これ二日酔いで4分ネタで8回ぐらい噛んだよ。4分ネタ8回噛みの7飛ばしぐらいのやつ。お前もすごかった。いや俺は全然よ。お前は全然酒の匂いよ。酒の匂いすごいけど俺完璧にこなした。もうお前の息で俺もう一回酔いそうやったもん。いや俺のせいにしとれ。やっぱそれを支配人が見て、うん、ちょっと厳重注意とか分からんけど、それはあるかもな。かもな、うん、いやでももうガチの話マジでなんかもしあるんやったら今言っとってほしいけどな、うん、そのなんか俺それもカバーしたいし、そのなんかしたか。そのお前が酔っ払ってまた雪吊りの女と寝たとかじゃないの。何それ。うどす。うどす。何何ここでやってます。まだ読みますね。すいません押してるんや僕らのせいで。連絡来ました。もうそろそろ降りて。あ、了解です。どこ行ったりですか。
事務所の隣のデザイナーさんに、はい、怖いな、怒られるな。失礼します。失礼します。え、ドッキリでした。ドッキリや、もういいって。ドッキリでした。なんなん試合人に怒られるんやないか、ドッキリ。そうもういいって。全然ビビッ。そう、全然、いや、スタッフさんもちょっと下手すぎた。ちょっとスタッフさん下手すぎるわ。下手、うん、ちょっとドキドキして、俺がドッキリなんかなと思ったもん、途中。だってもう、だってその小林さんも、うん、スタッフさんも、うん、だって、うん、スタッフさんが「ちょっとピーナッツさん後で支配人のところ」って言って、うん、言ったら「どんなつくも絶対行った方がいい」みたいなそれはもう、もう無理やりの押し相撲をかましとるから、うん、全然マネージャーとかでもない人がこういう話はドーナツくんと共有しといた方がいいみたいなそれ誰なんですかって。だからもうそのピーナッツくんが「小林さんなんかマネージャーさんみたいなこと言いますね」って笑いながら言った時に、はい、うん、頭真っ白になってます。マジでいろいろなんかぐっちゃぐちゃになって、俺も頭真っ白だったもん。まあということで、ドッキリ大成功ということで。どこが大成功なの。はい、また演技磨いてからちょっと仕掛けましょう。そうですね、これスタッフさんがちょっと演技磨いてはい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。お願いします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 。で、今回の株なんですけど、まあ、コンビ組み合いたいって言いまして、はい、でも一組で、しまってもダメみたいな。どうも、すみません。あ、どうも、大丈夫ですか。すみません。はい。あ、原さん、ちょっと試合人がちょっと呼んでて、はい、試合人が、で、ちょっと来てくれって言われてるんですけど、はい。撮影を今、ストップして、あ、これやめて、はい。ちょっと来ていただいてもいいですか。はい。今ちょっと電話されてて、10分後ぐらいが大体、ということだったので、はい、安村さんでっていう形。そうです。はい、はい、ちょっとまた呼びに行きます。すいません。はい、原田さん、中断。いや、まあ今日のオープニングでうんちっていう言葉を出してもらえたそれで、まあ劇場のブリーフに染みつけてもらったかな。なん、え、何人？予期せぬ。誰も。誰も予期せぬ。それで呼ばれるってさ、それでさ、ちょっと締め付けないやめてくださいってことはないやん。確かに。そしたら、いやこれでも借りて申し訳ないですけど、そら、うん、つきますよって言って支配人もパンツ確認してみるしかないな。あ、締め付いてるんちゃいますって。支配人まずブリーフじゃないやろ。支配人ブリーフで。支配人ブリーフなんですか。いや知らないですよ。もうやったな。もうじゃあブリーフか。いやまあ一個、うん、また大になるけど、大トイレ大して、ああ、今日ちょっと流しは甘かったかもしれない。どこの5階。5階。支配人がその後入ってきて、うわってなった可能性は。春田君まだいるやん。いや、どういう意味で。あ、今 LINE 来て、はい、電話終わったからちょっと、はい、来てください。はい、何やねん。うん、ドッキリ、ドッキリ大成功。何がやねん、マジで。大丈夫です。支配人はここにはいません。うえー間違ってる、間違ってる。おっと、芝居出た。うわ、まあまあまあ、アッパーやん。え、距離と、まあ、ちょっと支配人も殴ってくる感じでやってるやん。大の話ばっかりやったそうやな。
いや思い当たることもなかったな、本当になかったな。潔白。なんか変な気持ちだったな、変な緊張感あった。いや緊張してなかったよ。いややっぱ支配人あ呼ばれてっていう立場、はい、僕やっぱリスペクトすごいありますから、はい、いやここに呼ばれた時のこの緊張感、はい、でも今はドッキリということでカメラがあったわけやんか。おうおう、もし支配人がおったら、うん、どうしたら謝った、うわわわうわわわわわアッパしてる、背高いから背高い見上げてアッパしてるということで、はい、ドッキリ大成功でした。ドッキリがドッキリ大成功すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。